いや、なんか火のつくやつ食いますよね、それ。なにそれ食うわ。何やってんの、おめぇ。なんでこんな入れ方すんの、餅。あ、ヨミちゃん、ヨセさん、こんばんは。ありがとう、いつもありがとう。ありがとうございます。スイーツ食べたのって、これからなんですけどね、うん、こう昨日買ったのが残ってたんでね、そう、昼間から起きたんだねって、うん、慎吾がね、昼寝から起きたよね、今日はとうとう行かなかったですよ、どこへも、うん、また今日洗濯行かなかったね。行かないよ、あんた嘘がうまいから。明日でいい、いや行こうとしたんだよ。そうです、じゃあ吉井さんがね、作るの遅くてね、だからもう寝ちゃったんですよ。もう、ね、寝ます。ご飯食うとすぐ寝る子ですからね。また散らかすん全部片付けたんだけど、今やったらそれ温めるだけよ。温めなくていいんじゃない、もう。いや冷たかったら嫌でしょ。別にレンチンでも嫌だよ。構わねえよ、なんでも。そうじゃなくて、こんな小さいでいいんじゃないの、あんたが食うんだから。小さいのとはどれ。そう、もうこのやつだよ、あんたが食うんだから。どれ小さいのって。ここに皿があるじゃん、こんなでかいの。重たくてやっと洗ったんだよ。私のこと考えてよ、少しは。ずっと動いてたんだから。金銀堂さん、こんばんは。ナイスしました、ありがとうございます。ありがとう、ゆうせいさん、久しぶりに遊びに来ましたよ。ロケちゃん、ありがとう、ありがとうね、うん、こちら、みちさん、あいはらさんの、ま、招きのズボンは乾きましたか。あれ洗濯機入れた、うん、まるちゃん、こんばんは、いつもありがとうね。こちら、しーちゃん、ようだい、ようだい、うん、まにちゃん、よせさん、こんにちは、こんにちは、けいなちゃん、ナイス来たよ、ありがとう、ありがとう、ありがとうね。わたろうさん、タイトルが素晴らしいってね。そう、そっちは寒い、大丈夫って、寒いです、うん。みーちゃん、おばあちゃん、なんかこぼしたの？大丈夫です。きれいに全部片付けた、うん、ずっと片付けっぱなし、私、うん、だからね、あの休憩ってないんだよね、結局はね、うん、全部片付けた、ここ、あの子が散らかしたの、いつもそうだから。で向こう行ってね、また昼寝だから、昼寝ラップした方がいいんじゃないの。ラップしないとあれ、火が油が跳ねてね、電子レンジ手垢だらけだよ、皿も汚れてたよ、私が全部洗ってんだよね。恐ろしいよ、この二人と生きてると。電子レンジも手垢だらけで、中開ければさ、つゆがこぼれてたりさ、もう全部やってんだよ、つえつきながらね。晩ご飯、晩ご飯は私あんまり食べたくねえんだいね、うん、あ、決まってないね、この国、こうものってね。パタローさん、スイーツパラダイスって、原宿よしよし、まさしさん、コンテ 14X さん、シンゴパチとブードク、原宿女系よし、みーちゃんお疲れ様だって、そう、ずっと片付けてた、私本当に散らかすから、うん、どうしようもないよ、自分でほっとする暇なんかない、私本当にね、休憩中もね、そうな、うん、きつね、あ、すだちさん、こんばんは、いつもありがとう、すだちさん、ナイスしました、ありがとうございます、ありがとう、大地さん、片付け終わりに後ろぼちぼちゃここでこうかな、もうずれないのないですか。
まあ、だけどじゃあね、この子来ると何回来んね、さっき食ってまた来んだって、すごいね、すごい大食いね。私ご飯食ってないよ、もう全然。大食いもクソも、だって別に大食いすぎるよ、あんた昨日あれしかまた洗ったやつ使う、もうやっなっちゃうよ。綺麗に洗ったんだよ私今、みんなあんた来なくていいよ、向こうでもうこっち来なくていいよ、もう向こうで寝ててよ、もうあんた人の用ばっかり作るんだよ、また配信の後片付けだよ。いやいや、じゃあこっち行くわ。もういいよ、もう疲れた、あんたといると疲れる。あ、大食いの人いいけど、俺一日一食あれしか食ってないからね、言っとくけど。じゃあ俺あっちで食うんで、ポン酢だけかけていこう。食ったらちゃんと座ってね、はい、向こうかねえで。わかりました、全部、うん、ドゥーズシー汚いじじいよ、本当にくだらねえ子供。この間の支払いの紙持ってきてね、いらないのうちあるから払ったやつ、実は持ってくると持ってこないよ、あんた嘘ばっかりよ、でかい電気消しちゃってね、よだやろ、ほんとクズだかんね、イライラしてくる、あの子見ると逆ばっかりして、ほんといない方がいいよ。きれいに片付けたん、ここも全部ね、怒りたくなるよ、こんな子抱えてると。督促来るよ、来るよ、いっぱい支払ってよ、13万いくらとね、4万とね、3万とね、まだじゃね、私が 見た限りはね、そうそんなもんばっかりだよ。おいでね、遅れて払うじゃない、遅れて払うと長期は払ってくださいね、今度はって、そういうのがまた来る。あ、いくみちゃんありがとう、こちら KP ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。なんでさ、なんでさ、そんなもんが払えねんかね、ね、何回も何回も言うけどさ、なんでね、そんな金が払えないのかね、ね、私からね、ね、80万取ってるんだよ、年金30万と、りそな銀行の分配金、ね、50万取られたんだよ、80万取ったら、それぐらい払えそうなもんだよね。おいでね、買い物行けばどっさり買ってきてね、いろんなものをね、バカだと思うよ、生活できませんよ、あんなバカ、ね、うん。親の年金を取るなんてもってのほかだよ。そうでしょ。ね。本当にひどいね。なんでそんなお金必要なんですかね。うん。いろいろあると思う。あのね。ほら、あそこ行ったじゃん。例のとこ。九州行くんで、まとめてかかったんじゃない？うん。多分。ね、そう、80万あればいろんなことできるよね。なんで兄で、自分も兄やってね、買いたいもんはどんどん買うしね、親の金ばっかり取ってる。うん、ひどいよこれは。クレジットでは払ったんだ。そう、クレジットをうんと借りてるから、ああいうのも少しずつ減らしてるんじゃないかさ。恐ろしいよ。親は年金ってさ、自分が一生懸命働いて生活するためにもらえるんだよ。それをね、80万大きいよ私ね。うん、そうでしょ。投資だってさ、りそなだけは使わないでよそうと思ってね、分配金貯めてたんだよ。あの丸さんのはね、全部生活に使っちゃってる。うち丸さんのね、うん、分配は全部生活に使ってるから残らない、うん、でもね、理想なのだけは残そうと思って、うん、ずっとコツコツね、貯めてた。ほんで91万貯まったんよ。うん、うん、
ほんで、そうだよね、280万で買ったんかな。ほいで、今あの基準価格が280が230ぐらいになっちゃった。30、うん、現金がね、うん、だから50万ぐらい損してんだけど、入った金が多い、入ってくる金が多い、毎月だからプラスになってる。全部でね、やんない人より100何万プラスになってる。そうね、買った時はさ、買ってほら為替って動くから減る時もある、元本がね。でも長く置いて長い目で見てると毎月分配金点がもらえるから、それを合計すると、うんね、理想な、うん、理想な、うん、解約するんですね。うん、してない、まだしてないよ、うん、今だって円安だからさ、今が、うん、解約すんだら今なんだよね、元本がね、いいからね、うん、でももったいない、毎月入ってくるから。その、うん、元本280万で買って今230万ぐらいになってるかな、50万ぐらい減っちゃってるかも、元本が。でももらった金は150万以上もらってるから、毎月入ってくるから、 つまりプラスよね、差引き、マイナスプラス、プラスになってる、うん、だからね、慎吾さん同様で払いますかって、元気そうですねって。だけどさ、生きててさ、自分のお金をめった取られるっていう、そういう人の気持ちって誰にも分かんないと思うよ。誰もね、そうしたら頭にくると思うよ。ね、37にもなって楽ばっかりして部屋は散らかし、ね、一生懸命働いてきた人間と同じ生活してるんだよ、毎日が。ね、退職した人間と同じですよ、あれは。うん、また悲しいですね、本当に。うん、保険で21歳で払います、次男は専門学校に行きながらって。そうですか、イクミンちゃん、うん、みんな頑張ってますよね、うん、うちの子はなんでああいう子なんかね、部屋はめちゃくちゃ、うん、ほいで医者に連れてってもらったって、すごいよ、車の中豚小屋、足乗っけるとこないから物がぐちゃぐちゃで、それね、こうやって手でこうやって後ろへボーンって放るんですよ。そこのゴミはどこ行くんですか、シートとかいたかんないですか、ああいう感じでボーンって放ったら。わせもう本当に呆れて、もう、うん、本当に何にも言うことなかったです。もう二度と乗りたくないです、あの子の車ね、うん、お金使われる前に自分のために使ったらどうでしょうって。そうなんだよね、うん、でも私もね、もういろいろ買ったから別に欲しいもんないんだよね。あとはさ、ご飯は同じ量食えないからちょこちょこっと食べるぐらいでね、うん、そんなに使うって。だからまあうちが悪くなってるから、うちのためには使いたいです。植木切ったりね、うん、ポニーテラーちゃん笑うって、うちのためには使いたいね。植木なんかすごいよ、ボサボサで、あっちもこっちも、おいであれ、うん、庭なんて草がいっぱいで、あの男もいるだけで何にもしないかんね、本当にしない。時計が止まってても時計買ってきて新しく取り替えてくんない。天然さんと機長さんが全部取り替えてってくれた。あれ男でできるわけですよ。前は私がやってたんですよ、全部。それをね、やらない。うちの男二人は。絶対やらない。うん、ね、足元に当たってってね。リカちゃん、慎吾さん、片付けたくても片付けられないのかもしれないですね。何もやってなくて、仕事も何もしてないで、ご飯食っちゃねえて子供と同じですよね。赤ちゃんってそうだよね、うん、お腹いっぱいになるとすぐね、
寝ちゃうもんね。そうだよね、うん、本当にね、親もね呆れてますよ。こないだもね、知らないのが来て、慎吾のだともうね必ず開けてみます、私ね。そうすると、いついつまでのにまだ払ってないから急速に払ってくださいとか、そんなもんばっかり、うん、自分で借りたら借りたように、いついつきちんといつまでって頭に入れとくべきね。金に無頓着ダメ、ああいう人は、うん、金に無頓着は一番ダメね、うん、カニ玉ちゃん、植木の手入れはシルバーさん安くできますよ。そうだね、シルバーさんがいいよね。でっちゃん、こんばんは。で、ゆきうさちゃん、よせさん、ナイスしました、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、うん、リカちゃん、よせさん、あー困った、消えちゃった、あ、息子のやることは何でも起こって自分のミスはしょうがないとか、自己中心でって何、カニ玉さん、開閉して督促、それはレシピ、あ、何、ゴールデンキャデラックさん、いいね、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね。サブ会員さん、イクミンさん、素晴らしいです、誰にでもできませんわってね。ゴールデンキャデラックさん、風船参考、ありがとうございます、ありがとうね。秘密のプラセンターさん、信号の良いところを教えてください。パープルバルーン、ありがとう、ありがとう。ああ、私嫌いです。はい、ね、いいとこないです。ね、うん、ああ、本当だらしない、なんでも。まさみちゃん、よせさん、お金を増やす、うん、増やす、な、天才よ。です、うん、しばちゃん、こんばんは、こんばんは、いつもありがとう、さくちゃん、はあ、素晴らしいからフォローしました、ありがとうございます。もうね、私こんな人生ないなと思ってね、うん、自分がね足と腰悪くなければね、どんどん綺麗にしますよ、私うちを磨くんが趣味でした。ワックス自分で全部かけて、床間から下駄箱から、あとはこのカウンター、うん、みんなワックスかけました。最初は綺麗なとこから、テーブルから行って、だんだん下に行って床にして、うん、順序があるからね、うん、すごい、あのワックスはね、もうずっと10年ぐらいかけてねえから、もう廊下なんかボロボロ、うん、日当たりが当たるからね、玄関はまあまあだけどね、うん、悲しくなるよ自分の家が。あの二人何でもしないからね、はっきり言って、掃除機一つかけない、すごいよ、住んでるだけ、うん、から体調いかがですかって、体調ね、腰と足がダメなのね、ねじっちゃって、うん、だから猫がね玄関開けて出ちゃうんだけどさ、あ、私閉めるのが大変なの、降りるのが、うち高いんですよ玄関のとこが、これがね、うん、足がつかないんだよね、ふっくら返ったら頭ぶっちゃうしさね、そうなんよ。七瀬のふわっちくん、信号としやもう、うん、どう、両親いなかったから、信号は妖精さん大事にしてほしいわ、妖精さん無理せずにねって、ありがとう。わっちくん、両親いなかったんですか、信号の年に。そうな、うん、頑張ったね、ありがとう。狛犬、ありがとう、ありがとうね、うん、ありがとう、頑張ったね、わっちくんね、信号の年に両親いなかったんだもん、そう、うん、えらいね、涙が出るよ、妖精さん無理せないでねって、
嬉しいね。優しい人もいるね。ねえ、うん。わちくん頑張ってきたね。立派だよ。ねえ、しんごはそれから比べたら幼稚園児だよ。ねえ、うん。ポニーテーラーよしえちゃん。めった身体が増えると目が回りますよねって、そう、そうなんだよ、ポニーテーラーちゃん。あれだもんね。ストレスから目が回るよね。ストレスは良くないよね。うん。ねえ。うん。あの人間ってさ、少しでもこうね、足が今日はいいなとか、ちょっとこう具合がいいなっていうと、やっぱり気分的に違うもんね。うん。だから病は気からって言うけど、本当にそうだよね。うん、37の時お父さんとお母さんいないで頑張ったって偉いね。ね、うん、本当だよね。うん、道田よしえさん、500万円貯金があるので老後安泰ですねって。そんな服、そんな少ない金足りないでしょ。ねえ、うん、だってうち直さなくちゃよ、みんな、うん、そんなにないよお金。うちこさん、ナイスしました。早くね、早く死ねればいいよ。それでも、長生きしたら困るよ。ねえ、うん、お金がなきゃ老人ホームは入れないから。そうだよね。うん、不安だよ、生きてても。本当にあの子見ててどう生きるんかなと思うよ、あのバカね。今日もね、カーのね、ご飯食ってで、コインランドリーグっつって、もう嘘でしょ、こう嘘つきね。行くったら本当に行けばいいんだよ。それはお昼寝です、ご飯食ったらね。そうでしょ、お昼寝ですよ、まるっきり子供ですね。ありがとう、いくみーちゃん、見えなくてごめんね。ロケちゃん、よせさん、長生きしてほしいよって、ありがとう。親方、よせさん、ナイスしましたって、ありがとうございます。さくちゃん、そんなことを言わず、長生きしてください。ありがとう。1000万くらいあったら、老人ホーム行けるでしょ。いけるわけねえよ、いけないでしょ。今は素晴らしい息子さんたちですよね。イクミンさん、イクミンさんの教育が良かったんですね。そうですね、本当だね、うん、私教育しないからね、あの子にはね。お金残したけどね、お金だけはね、離婚して、うん、お金だけは男が残すより残しました。私ははっきり言って、あ、お金の苦労はさしたことはないです。それがいけなかったんかもね、かえってね、逆だよね。よせさん、こんばんは。あげてけって初コメって、ありがとう。あげてけおじさん、ありがとうございます。ゆうきうさぎさん、よせさん、今日もめいこおばさん、めいこい、あ、めんこいおばあちゃん、ありがとう、ありがとうね、めんこいおばあちゃん、ありがとう。飴舐めるね、ミルクのね、飴舐めるね、橋本おばあちゃん、お金の苦労は本人が進んでしますけど、本当そうだよね、そりゃそうだよね、本人がやるべきだよね、あの子見ててね、楽ばっかりしてる、こんな苦労してないですよ。寝たいだけ寝て、朝昼風呂に入ってね、何も片付けない自分の部屋、何一つね、すごいですよ、あれでどう言うんだろう、妹が来てあの部屋見たらたまげると思いますよ。もうすごい部屋だから、
すごいですよ、うん、でいらないね重たいお皿を買ってきたり、うん、でっかいボールの重いのをさ買ってきたり、なんだああいういろいろいろんなもの買ってくるのかね。もうほんでビールのジョッキ前言ったけどさ割れて一つ買ってきたのよ。一つでいいでしょ。それ5つ買ってきた。で一つねこういうもんあんまり割れるもんじゃないからさ、ほんでね部屋にみんな置きっぱなし、偽金も置きっぱなしね、だから部屋がどん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 狭くなるね。ちゃんとねそうだよ、あ魚さん喉を詰まらせないようにね、ありがとう秘密のプラセンターさん、ヨシエさんも大変だね、ありがとうございます。パープルバールありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。あげたけおじさんビールの片付け言ってるけどってね、ビールの缶片付けてるけどってね、みっちゃん新婚2年間ようやくぐらい疲れてますかねって、うん、どうかな、うん、どうだね、金額でかいかんね、マイルね、コメディカードで50万を2回ね、いろいろありますかね、細かいことがいっぱい、コメディから電話来ました、近々大金を使いましたかって、いや使いませんよ、もうで妹の旦那にすぐ止めろって怒られて、でも止めなかったの私が、また2回目また50万取れ、被害100万ね、あ自分は自分で勝手に下ろしたやつ私のね、ひどいよ本当に、私はヨシエさんを見てると苦労されてきたことがよくわかります。これから少しでも幸せになってほしいです。ありがとうさくちゃん、ありがとうございます、ありがとう本当に、ありがとうね、足が良くなってさ、庭に出てね、自分で庭をいじりたいね、それが私の夢。あとはさテレビの前がほこりだらけ、ところもほこりだらけね、毎日テレビ見てる人はあのほこりが目につかないかなって思います。だから私拭きますよたまには、つえついて、でも余分なことはあまりできない、疲れちゃってね、あまりひどいとこは拭いてます。はい、おとちゃんよしえさんこんばんは、ナイスってありがとう、おとちゃんもいつもナイスありがとうね、ありがとう、おにてらよしえちゃん、カゴの苔は、ね、灯籠の苔どうなったんだろうかって、最近ね外眺める暇なくってさ、ほいでね灯籠が見えなくなっちゃったんよ、他の木があのなんて茂っちゃって、他の木を少し切んないと灯籠の頭が見えないね。あの灯籠に苔が入るまで生きていたいなっていつも思ってるね。古風でいいね、灯籠に苔が生えてね、京都の雰囲気大好きね。玄関もねつくばい買って置いたんだよね、玄関の外にもあるね、これをねあのじじいがね金魚をね飼ってんだよ、その上で。ムカつくよね私ね、こういうね嫌いああいうの、亀って飾りだかんね、飾りの上に金魚と飼っておいてね、金魚今どうなったかわかんない、死んでるかなんだか、だから勝手に何でもやるね、私の趣味と違いますから
ね、うん、全然あの人趣味ないです、うんうん、だって枕を折ったって寝てます。枕は平らにするんがあれなのよ、折ったってね、すごいですね。でこの間ね、ここまでね来てね、食っていいかいって食ったもんがあるんですけどね、うん、なんだっけな、うん、アメリカンドッグ持ってって、うん、おいでね、テーブルの下に置いてあったから、食ったらこういうもん片付けてよっつったん。こっち丈夫な足があるから持ってこうって。で見たらね、食いかけなんですよ、このぐらいまだ身がくっついてるね、うん、あの自分でさ、つぶし食べるって気持ちないんかね、今少しね、うん、カチカチになってます。はいね、ほんでゴミ袋をねテーブルの下へ置いといてね、何でもパカ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 入れてね、どうもくせえなと思った。テーブルの上拭いてたら、そうしたらね、生もんの匂いね、例えば猫にホタテ買ってくるじゃない、ああいうやつポコ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 うちゃるんだいね、うん、洗わないで、で、あのビニールを蓋もしねえんだいね、ただ開けっぱれ、匂いますよ、ね、ほんで座布団使えば使ったでね、パサーって持ってきてほっぽっとく、ね、だから私がね、一回使った座布団をいつもゴロゴロかけて、私が転がんないようにきちんとテーブルの下にちょっと多めにね置く、周りが広いように、うん、そういう神経全然ないですね、うん、私と趣味が違います。はい、あの人は全然違います。うん、すごいです。うん、道路が見えるように植木や草をなんとかしたいね。そうなんです、ポニーテイラーちゃんすげえですよ、もう、うん、橋本にゃんちゃん、うちカメラとかも、うん、拾ってくるかもです、要注意ですよって、あ、そうか、そのうちね、うん、カメとかも拾ってくる、うん、あ、困ったね、行くぜさん。あとね、あの法定層っていうのを買ったのよ、いつも夏ね、うん、綺麗な花咲くんだけど一年草なんだよね、買ってどんどん増えるね、増えてもだからうんと買わなくていいのに、うんと買ってきて、その金魚と、うん、そこに布袋草いっぱいあったけど、ああいうの片付けたんか私よく見てないんですけどね、そうデーに行くときは見えますからね、私も車椅子で乗せてってくれるからね、うん、全然ですよ、うん、うっかり植木切られてさね、これから咲くやつね、前蕎麦屋に勤めた頃蕎麦屋でね、これからね花が咲く菊を切って奥さんに怒られたことある、うん、これから咲く菊をなんで切るんだってね、蕎麦屋で、うん、怒られたことある。だから花に関して無頓着ね、そう、ああいう人はだから草でもむしらしておけばいいのよ、花が分かんないんだから、花の種類がダメだよ、うん、ねえ、花に関して、うん、あのあれじゃないから、あのなんていうんだよ、花に関してさ、あれはね関心ないんだよね、結局はね。なんであの子さん来てさ、こうやって椅子をこうにやっていっちゃうんかね、きつくていいんだよね、だしこのね、私ね、スイーツこんな出しといてさ、私食べたくねえよ、もうこんなに大食いじゃないから私ね、スイーツ食うほど大食いじゃないよ
ね、さっき食ってお昼寝して起きてまた飯食ってるね。洗濯もいぐって嘘っぱち。病院にスリッパ払う持ってってくれるつも嘘っぱちね。嘘の塊。いぐったら本当にいけばいいんだよね。そうだよね。人間嘘言っちゃよくないと思うよ。根性がなさすぎるね。丈夫な体持ってるんだからね。そうね。座布団を折り畳んで枕にしてるしね。そうそう、うん、怒ったよ。私怒るよ、うん、座布団を折り畳んでね。ね、だって座布団ってさ、枕カバーって小さいから洗えていいけど、枕カバーをね、あの布団か布団を置くで枕にされたら頭にくるよね。綺麗な頭でもう毛がつきますよね、うん、すっごい頭にくる、うん、枕と座る布団は違うからね。そうなんですよ。あとね、私嫌なのはね、あのね、靴下履いたままね、ああいう座布団にね乗っかったりするん嫌い。うん、やっぱりさ、靴下ってのは あっちこっち歩ったり靴履いたりすると臭くなるよね、蒸れますよね。それをね座布団に乗っかるって大嫌い。うん、すごい神経質。うん、うん、やっぱりね、掛け布団の上に手をこうに置いたりね、重たくなる。掛け布団はあくまで掛け布団ね、掛けるだけ、手で押さえるもんではないね。私がね足伸ばそうと思ったら布団がかかないんですよ。そしたらさ、手をねこうにやって上に乗せてるんですね。私さ具合悪いから、あの足でね、あのこう足をね重いとすぐ分かる、布団かけるのにね。そう、そうなのよ。早く良くなんないかなと思ってね。そう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 、靴下は履いたまま寝たり。そう、臭い、蒸れて臭い、靴履いてくるでしょ。で私ね、私の方に足が来るわけよ。同じ方向向いて寝てないから、あいつは向こう南が、私はこっち向いて寝てる。ほどあいつの足がこっち来るじゃない。俺はこう自分のとこに、臭いですよね。嫌だよね、だから癖足を向こうどけてくんなってよね。タマちゃんがね私の行きたがるんだけど、私今病気だからタマちゃんがいるとね起きられないのよ。ゴロって一回りするから。でタマちゃんかわいそうだけど、おじいが抱いて寝てる、私の方行きたい本当はね。そう、足臭くてさ、臭くて嫌だよね。ね、靴下なんだ履いてね、靴下履いてね、どうぞ寒くねえよな、丸味の布団は。私すごい温まるもん。そうなのよ。こないしょんべん見やしたんじゃねえの、たぶんあのパジャマがね干しちゃったから、ほんでパンツ一丁で寝てたからちょっと蒸らしたんじゃねえ。おいでえもんかけて外へ干してやったんよ。嫌だね。だから着替えあるから、時間があるから洗濯機入れた方がいいよっつってやった。やだよね、ちょんべんしたの外へ干しといてまた履くなんてね、笑うってね。黒木ひとみちゃん、またね、よしえさんって、ありがとうありがとうね、いつもありがとう、ありがとうね、ひとみちゃん、あげてけおじさん、靴下も匂いが、サルマタは匂
匂いが、うわ、う、本当ですね。本当。本当だよね。その通りだよ。ね、ありがとう。ありがとうね。あげてけ、おじさんね。面白い。ね。ほんでいつもね、あ、ゆうさん、ありがとうございます。おっかさんって、ありがとうございますね。ありがとう。うん、あいつも、ありがとうね、ゆうさん。ありがとう。今日は気候が寒かったけど、日当たりは良かったですね。ありがとう。ナイスしたんだけどね、って。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ルーさん、ありがとうございます。いつもありがとう。ありがとうね。今日気候寒かったね。朝寒かったよ。ね。うん、朝寒い。ね。今もまあまあ寒いね。ありがとう。ブクブクちゃん、ナイス押しに来ました。って、ありがとうございます。ありがとうございますね。本当ありがとう。ね。まったく、慎吾さん、スイーツこんなとこ置きっぱなしね。私そんな食べたくないよ。もう寒かったね。こっちも寒いよ。寒いでしょ、愛媛。寒いよね、本当よ。なんか朝方寒かったね。困るね、あんまり寒いとね。年取るとね、やっぱり私夏の方が好きだよ。寒さは怖いね。寒いよね。年取ると寒くて困るね。毎日ね、寝る時一番嫌なのよ。起きてればいいんだけど、起きてれば落ち込むのさねえけど、寝るとね、あの一回転するのよ。起きるのに自分の足でね立てないから、ゴロゴロって一回転してハイハイして、ほんでこれに捕まって、片っぽの手はタンスに捕まってグーって立つ、それからね、腰と足のバランスがしっかりしてないから、そっちの足がね、おしっこがむちゃ時あるんだよ。片っぽはしっかりしてるからむらないんだけど、テッポがね、腰と足がね歪んでるとね、落ち込みますよ本当に、そうするとさ、ね、こんな垂れたとこ拭いたりさ、自分のパンツ、洗わなくちゃだけどつけとくのよ。少し夜中だとね、夜中なんかそんなことしてたら寝る暇ないよ、だからね、夜が怖いよ寝てから。朝まで持てばいいけど、そうだね、3日ぐらい目が覚めるかな。夜は怖い。だからパンツさ、汚すとすぐ自分で洗って干しとく、取り替えられるように。そう、寒いと体が動きにくくなるから、転ばないように気をつけてね。ありがとうございます。そうですね、ゆうさんね、体言うこと聞かないもんね、そうなのよ。起きるときね、ここに座ってるときは漏らさないよ、おちっこ、ね、やっと立っていけるから、こうやって寝てると大変よ。一回転してゴロゴロって転がって、これでハイハイしてこれに捕まって、片っぽをタンス、ほいでぐーっと立ち上がってトイレ行くわけよ。ね。だからね、なんか遅く寝た方がいいかも。あんまり早く12時ごろ寝たら大変よ。私トイレ何回も起きるから、そのたんびね漏らしたら寝る暇ないよ。ね。ね、廊下とかさ、そういうとこは拭いとかなくちゃ。自分で拭いてますよ、全部。
あ、ナプキンに使えば、あ、生理のナプキンでいいの、あいで大丈夫、あいなら吸い取る、立つのが余裕じゃん、ないから濡らしちゃうね、そうなんだよ、そう、ポニーテールちゃんの言う通り、自分の足でね立てればまだおちっこ濡らす年じゃね、大丈夫、私、片っぽは吸えないんだから、こっちは、こっちがおかしいんだ、足に力がない、こうしたらひねれてるから骨盤がちょっとどうかしてるんだよね、でもね、ロキソニンテープっていうの、あの大きいやつ買ってきたんですよ、薬局の方が安いけど、医者の方がね、買ってきたんだけど、少しずつ腰良くなってるような気がする、貼ってると、元へね、ぐっこう曲がってるんがグッとこうなれば、ちゃんと歩けると思うね、だからね、大変なのよ、おちっこが、次の日は吐いてる、自然乾燥しておちっこを濡らしても、あ、次の日は吐いてんの、お宅の慎吾さんは今何よって、部屋でご飯食ってるよ、また、さっき食べてお昼寝してまたご飯食ってる、そう、ゆうさん生協で売ってないかなって、売ってるかもしんないね、あれ生理の時のパッドでいいんかさ、ああいうんでいいのかな、あの紙パンツでやだかんね、まだパンツ履かなくてもせやねんからさね、医者さん痩せれば腰良くなるよ、あ、ほんと、あ、少し痩せればいいのかな、あ、ミサアケミさんロキソニングテープ良いですねって、ほんといいみたいですね、あいつがね買ってきてこれ貼ったらすげえいいからっつってね、言った、ほんで買ってきたのよ、ありがとう、ミサアケミさん、ほんといいみたいです、生理用のじゃなくて尿漏れがいいんですよって、尿漏れと生理用があるの？違うの？違うの？そうなん？違うんだ、ゆきちゃん、よしえさんの妹さん、また遊びに来るんですね、お子さんは大きいのかなって思う、たまに遊び来ないんだよ、ゆきうさちゃん、妹はね、旦那が3年前亡くなってね、遊び一回も来ない、旦那がいる時はね、いつも来てくれた、二人でね、今来ない、一回も会わない、りょうかちゃん、ナイスってありがとうございます、いつもありがとうね、りょうかちゃん、ありがとうございます、ありがとう、私も妹に会いたいけどさ、電話でたまに話す時あるんよ、変わりないかいって、体のことをね、一人で暮らしてるからさ、妹も旦那が亡くなっちゃって、2階屋で一人で暮らしてるんだよ、だから電話するんだけどね、ついつい慎吾のことを言うと怒ってね、ガチャッと切っちゃいます、うちの子のことを言うと、そう、ピーちゃん、いいおっちゃんがって、いくつになったっていうか、37だよ、いいおっちゃんだよって、ね、あの、しちゃ、ガチャッと、私ね、そういうこと聞くと、私もいい気持ちで暮らせないから、姉ちゃん、電話もいいよって言われた、だからこのとこ、迷惑かけたくないから、電話してない。ただね、変わりないかいとか、体、大丈夫とか、そういう電話だといいよね、結構この、話すよ、お互いに兄弟だからね、だけどね、ちょっと愚痴を言うともう切っちゃう、ガチャって、
な、そういう話はもういいからって言われたから、私もこのとこやってないのよ、兄弟でも話してないね、うん、うん、吸収の速さが違いますよって。そうなんだ、うん、生理のと違うの、うん、あのさ、うん、で言ってる人でもさ、うん、あの大締め買ってる人いるよね、ね、うん、昼間は私大丈夫よ、漏らさない、うん、夜は蒸れちゃう、むっちゃう、うん、あ、ワンタンさんごめんね、話してたらそっと言っちゃった、ポニーテラちゃん笑う、ワンタンさん、ヨシエさんって上にいました、ありがとうありがとう、うん、お魚ちゃんおむついいよって、おむつ、うん、おむつって何、そこ落ちっこしても大丈夫な、蒸れない、大丈夫な、持つんだ、一回もらったことあるな、おむつデイサービスで、うん、うん、一回もらった。やったけどすぐ汚れてねえから外して取ってある。うん、なんか嫌だよ。うん、ゆきうちゃさん、よせいさんも、うん、話したくなるよね。愚痴とかってそうなんだよ。うん、愚痴あるよ。うん、ね。あ、みーちゃん。のりこさん、いくつ違いですかって、うん、私とね、3つ違い、うん、妹は25年生まれ、うん、3つ違うのよね、うん、今のいるおじいは5つ違う、27年生まれ、じじいはね、うん、そう、のりこの旦那さんは10歳は年上だったね、3年前に亡くなったんよ、うん、ね、ほんで、うん、葬式は行けなかったよ、でもね、あの病院からね帰ってきて、うちにね遺体安置した時に行った、ほんで お線香あげてさ、ほんでここ顔を隠してなかった、で写真撮った、嫁さんが利口な人でね、お父さんとも一緒に写真は撮れないからお父さんと撮ろうってね、ね、ここに何もかかってないから私たち前並んでね、その写真ある、うん、亡くなった時のね、うん、いい旦那さんだったよ、しっかりしてて、でもな、家族ってさあれですね、うん、あの妹の旦那が亡くなって、お兄さんは老人ホームへ入ってて、ね、一番人の兄弟、和夫ちゃんとがいて、一番初めに死んじゃったね。若いうち中に死んじゃったね。妹の旦那のね。だからさ、兄弟が亡くなっても、自分、お兄さんが年取ってると、老人ホームへ入ってると、葬儀も出られないよね。ね、そんなもんだね、うん、兄弟でも寂しいね、うん、やっぱりお互いに年取るとね、葬式も行けなくなるね、ね、そうなっちゃうんだね、自然にね、うん、のりこさん、よせいさんのってのね、うん、見えなくなっちゃう、あれ、よた寝たのっての、よた、ね、寝たんじゃない、ご飯食ってる、また、うん、さっきご飯食って寝て、また飯食い来て、また向こうの部屋にいる。うん、みちさん、お歳暮もお中元も出さなくていいので、楽ですね。そうですね。うん、そういうのはもう年取ったらね、うん、もういいよね、うん。お互いに大変だよ。年取ったら自分が生きてくんがやっとだもんね。そうだよ。お互い一個でね、そう、うん、あ、ミカちゃん、ごめんね、滑っちゃって、ポニーテラちゃん、のりこさん、よしえさんの愚痴聞いて何も言わない、いや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 、言いますよ、うん、仕事変わってって仕事変わりますよ、うん、ね、信号
どういう気持ちでいるのって言われるよ、うん、説教します、慎吾に、うん、説教するね、うん、でね、やっぱりね、自分がさ出たうちがこういうね、いざこざがあったりいろんなことあると妹もね、うん、いい気持ちしないんだよ、やっぱり自分で出たうちだからね、うん、だからね、妹だってそれなりに頑張ってんだから、旦那がいないんだからね、私は自分の体でいっぱいだからってよく言う、うん、だからね、帰りないとか元気っていうで電話だと長く話してくれるね、ちょっとこうね、愚痴を言うとガチャって切っちゃうよ、愚痴は聞きたくないんだと思うね、うん、そうなのよ、うん、あれれちゃんこんばんは、ナイス、ありがとうございます、いつもありがとうね、ありがとう、ゆうさん寒くなったね、電話してみたら声聞いたら安心するよって、そうだいね、うん、声すると安心するね、ゆうさんね、うん、確かに、うん、ね、帰りない、ずいぶん寒くなったねってね、うん、そういう話だとね結構話するよあの子、うん、愚痴を言うとすぐ向こうからガチャンと切っちゃうからね、うん、だからなるだけはね、うん、慎吾の愚痴は言わない、うん、ね、慎吾いくつになったんって言うから37だよ、いいおっちゃんじゃねって言う、うん、ね、うん、姉ちゃんいいじゃないなんて、本人が働く気がないんだったらそれなりの老後来るんだからほっとけばいいんだよって怒られる、うん、ね、うん、怒られますよ本当に、うん、ね、うん、お金なんかさ助けてるとあの何自動車で払って県民で払ったって言うと怒るもんね、うん、37にもなってそんなもんが払えないんじゃ大人じゃないよって、でも姉ちゃんあれだよねって、あるから出してやれるんだよね、なければ本当に生活大変だ出せないよって怒られますよ、帰って私がね、うん、怒られる、うん、ね、だからもうあんまり電話しない、そう、うん、うちのね出来事はうちの中で片付けないとね、妹にまで心配させたら悪いからさ、そう、あやこさん予定やろ、プロのおいだし、見えなくなっちゃった、のりこさんは遠くで、たぬきさんに本当に信号兼ねないのいやーって、いっこうさん、のりこさん、姉ちゃんの実家愚痴を聞くたび信号さんことより姉ちゃんが高校、あー知らん、